はい、どうも、バチオです。今日は何の話していこうかっていうとね、ちょっとアニメの話をしようかだと思うんですけどね。来年の1月にこっちの方では放送されないんだけどね、まあ専門チャンネルとかで見ることになるんだけど、無職転生というアニメが始まります。で、それがね、僕はもう楽しみで楽しみで仕方がないんで、その話をしていこうと思います。まあその作品はね、小説家になろうっていうねサイトがあって、そこの小説なんですけど、まあ携帯とかで見れる、そこで異世界転生ものっていうジャンルがね世の中には存在するんですよ。まあ何らかの手段で死んで、で別の世界に生まれ変わるとか、まああとなんかね、異世界からね呼ばれて召喚魔法みたいなもんでいきなりとかね、あとなんか神様のいたずらでとかね、いきなりワープするとかね、まあいろんな方法があるんだけど、トラックに轢かれて死んだと思ったらなんか異世界で赤ちゃんとして生まれ変わったみたいな、で今までの人生散々だったけどこっちの人生はねもう失敗しないように頑張るぞという主人公のお話なんですけど、僕はね、まあ小説普段読む方でもないしラノベとかも読んだことなかったし、まあどうかなって思ってたんだけど、まあドハマりしてね、まあ今までに、まあものすごく長い話なんだけど、小説上でいきゃ500話ぐらいある話だったような気がするんだけど、まあ随分泣いたし小説見て、まあ、めちゃめちゃ面白い作品っすわ。でそれでね、まあね、ちょっと恥ずかしい話なんだけどね、その主人公が34歳で引きこもりニートで、でその家を追い出されるとこからスタートなのね。でまあその主人公に俺妙にやっぱね、自分と環境が似てるからかな、思い入れが強いんだよね。まあ僕はね別に引きこもりのニートだったわけでもないし、家追い出されたわけでもないって言っても、まあ家追い出されたわけではないとはいえ感動同然で家を飛び出してる口なんで、やっぱねちょっとね共感する部分があるんですよ。もうあいつは俺だぐらいな感じで主人公に対して、もうだからね、そいつがねもう二度とね、もうこっちの世界では本気出して頑張るぞって頑張るんだけど、やっぱそのねコミュ障の引きこもりニートだもんで、いろんな失敗があるわけですよ。まずね、なんせね引きこもりだったわけで、外に出るのが怖いんですよそれってすごくないですか？だいたいね、その異世界転生ものってね、その異世界に転生した時に、なんかすごい能力を与えられて、もうそのまんまで世界最強なんじゃないみたいな、さしたり努力もしないで強くなるんだけど、その無職転生に関しては、その主人公は別に能力を与えられてるわけじゃないんですよ。前世の記憶がある状態で、生まれ変わったっていう特典はあるものの、別に特に能力が与えられてるわけじゃないんですよ。だからそれだけど、今まで培った知識とかね、その強い意志で努力をして強くなっていくっていう、だから最終的に世界最強になったりとかもしないし、なんなら世界最強とか神とか言われるようなレベルのね魔人とかなんかそんな奴らにまあ殺されかけたりとかひどい目にあったりとかをしながらも、まあね、あとそれはまあ後半の方の話なんだけど、成長していくっていう感じでね、まあ非常に共感できる、ものすごい失敗するんですよね。自分が良かれと思ったことがね、裏面出たりして切れてみたりとか、欲に目が眩んでね、すごい失敗をしたりとかもあるし、でね、
その生まれ変わった先の父親とすげえ喧嘩したりとかね、もうこいつ俺なんじゃねえかって思うぐらいね、すげえ、共感できるんですよ。ほんとね、僕はね、本当今回のアニメ化に関してね、実はね今年アニメ放送される予定だったんだけど、やっぱ新型コロナの影響でね、ちょっと放送が延期になってね、その放映開始がで来年の1月放映開始っていう形で、まあそれね、あの YouTube でね、その PV みたいなの見れるんですけど、ああいいクオリティでね、本当にありがてえ。もう本当俺はね、もう PV 見て泣いたよ、本当マジ。あの42歳のおっさんがさ、アニメのね本放送じゃなくて PV 見て泣くんだよ、あの恥ずかしい話なんだけど、そのぐらいね俺ものすごい期待してるし、なんならもう PV 段階ではあの人生の あのベストアニメのトップ3の中に入ってるぐらいのあの出来なんじゃねえかっていうものすごい期待をしてるね。いや逆に期待しすぎて期待外れの可能性もあるんだけど、いやだけどめでたい。正直ね、俺見れると思ってなかったでね。まあ、今まで俺別にさ、携帯でさ、あのアニメチャンネル的なもんとかでお金払って見たこととかないんですよ、アニメって。まあ、基本的に YouTube での違法視聴とかさ、まあ、あと地上波でやってるやつを基本的にチェックするみたいな。で、地上波で見れないやつは基本諦めるっていう方式だったんだけど、まあ、今回に関してはね、もう金払ってみようと思ってます。なんなら DVD も買う、DVD っていうか、ブルーレイも買うし、円盤ね。俺が最後に買ったブルーレイっていつになるんだろうね。もうそれこそね、日暮らしとかね、そのぐらいの時期に買ってるのが最後の方だろうからね。日暮らしとかと同じような時期に、確か、雷神王のボックスとかも買った、あと、カウボーイビバップのブルーレイのボックスが一番最後かなって思うんだけど、アニメ DVD に関しては。そんな状態、もう もう何言いてんだろうっていうかね、もうとにかく楽しみなんだわ。もう来週だったと思う、12月の27だったかな28だったかなぐらいに、まあ、1月10日に放送開始なんだけど、先行して1話2話を放送されるんですよ。でそれももう見たくて見たくて仕方ないんだけど、まあそれに関してはちょっと見るか見ないかは分かんないんだけど、もう本当楽しみんでね。その主人公、まあ要するに生まれ変わったわけだもんで、その生まれ変わった先のその少年の声と、その生まれ変わる前のその引きこもりニートの男の声二役みたいな、二人いるんだけど、その心の声担当がね、杉田智和ってちょっと面白い声優さんでね、まあ、まあね、アニメ声優知ってる人はもう誰もが知ってるぐらい有名な声優さんなんだけど、ちょっとした、変わり者の声優さんでね、まあ、銀魂の銀さんの声なんだけど、まあね、銀魂見たことない人で言うと、鈴宮春日の憂鬱のキョンとかなんだけど、てかまあ、鈴宮春日も銀魂見てない人は見てねえかっていう感じはするんだけど、まあ、どっちにしろね、まあちょっと癖のあって、で、その人がね、なんかラジオ番組やるらしいんですよ。ネットラジオっていう形になるらしいんだけど、YouTube かなんかで公開されるって、なんか情報で見たような気がするんだけど、そっちの方がね、そっちの方もむしろ楽しみみたいな。なんなら、俺 YouTube でさ、その、文字書き起こしとかで、そのラジオ番組とかそのまんまアップされてるような、動画とか結構あるもんでさ、それ見るぐらい、それ見る程度には好きだもんでさ、だからそっちの方も楽しみにしてんだよね。青になるね。おい。で、まあそんなこんなでね、もうすぐ始まるってか、もう、後ろ大丈夫
今ねちょっとね慣れない道を走ってるからね、わあこれどういう風だったっけ、車線なんか確かもうそろそろ狭くなるよななんて思いながら運転してんだけどまあそんなこんなでね、まあ僕はもうこれから、いやーもうねそのために生きていけるよね正直前もね、それこそね僕なんかもさもう死にたい時期があったりとかもしたんだけどさ、なんかその時も結構さアニメが楽しみでとかさ、なんか聞きたいラジオ番組があるからとかでなんだかんだ死なずにいたりとかするんだけどさ、もう今回もとりあえずね人生に絶望することがあってもね2クールぐらいはやってくれるらしいもんで、最低でもだからその間は死なずに済むなみたいな、これでまた人生の楽しみが増えたなっていう、そんな感じっすわ。まあこれでね今回終わるんすけど、まあ何が言いたいかってね、何が言いたいかじゃねえよ、もうそんなもん無職転生のアニメが楽しみだよっていうね、それしか言わんよものすごい面白い話だと思うんで、ぜひねうちのチャンネルの人アニメ見るかどうか知らないんだけど、見るんだったらぜひおすすめです。本当俺の中ではね鬼滅より全然面白いからって言っちゃうよ俺の中ではね、まあ鬼滅の刃は面白い人もいると思うんだけど、俺はあれ作品がちょっと合わないっていうのもあったもんねまあでもねそんな作品の比較しないで面白いものは面白いということでやっぱね作品もね面白いで、てかねアニメの方はね別にね俺も文句つけるとこないんだよ鬼滅なんだけどね、ちょうどね俺が見た原作がたまたまひどかったんだよねうん、まあそういうこともあってね、食わず嫌いじゃないんだよ、食った末に嫌いなんだよっていうのもあるのでまあそこは勘弁してくださいっていうね、まあね、もう今週も多分俺はうちの会社の熱心な鬼滅信者に鬼滅の刃の布教を受けるんだけどまあねその子におすすめのアニメだって言って無職転生進めようかなとは思ってます。もう今度始まるから絶対見ろって無所払をしようと思います。じゃあ終わりにします。以上パチョでした。バイバイ。